はい、こんにちは。第2回目の YouTube をスタートしたいと思います。前回に引き続き、ヒロさんに今回もファシリテートしていただきながら、私が回答していくって形を取っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は社外への情報発信ということで、あんまり実際介護事業者さん、社外向けに情報発信とかしてるイメージっていうのは正直あんまりないんですけど、情報発信を継続してずっと続けてきた結果、採用において応募者数が10倍っていうところになってきたっていう、そういうことなんですかね。当然ね、ハローワークに出してても、一斉必ずやっぱ今はもうスマホで見るはずなんですよね。その時やっとしっかりどういう介護してるとか、会社が大事にしてることなんぞやみたいなことをしっかり出してる方が、やっぱりそれがうまく伝わるんじゃないかなとは思いますよね。情報発信っていうと、自分たちの施設のことを多分発信っていうことが思い浮かぶところですけど、そういうのってネタ切れしちゃいそうというか、そんなに言ってもたくさんないよってなっちゃいそうなんですけど、その辺どうなんですか？ネタ切れっていうか、ネタ切れなんてもうないくらいやっぱあると思いますよ。会社で本当にやってることをそのまま出していくっていうこと、で大事にしてることを言葉として出していくってことは、もう繰り返して今もうやってますよね。自分たちの当たり前って意外と社外の人から見たらどう思われるか違うじゃないですか、やっぱり。確かにそうですね。意外とそうですよね。それ気づかないですよね。意外とそこって、要は。そうなんです。意外といいことやってるのに、社内ではもう当たり前になってしまうと、なかなかそこはこううまく伝わらない部分はありますけど、意外と社内の人から、すごいことやってるねって言われると、やっぱり違う、逆に社内の方も反響も違ってくると思うので、あとはやはり自社でやってること、大事にしてることをしっかり情報発信していくってことは大事じゃないかなとは思いますよね。確かにでもそうですね。意外とすごいことを自分たちが意外とすごいんだって認識するのって難しいと思うんですけど、そういうのってどうするんですか？私たちの当たり前とか普通の出来事を当たり前だと思わないこと、日々の業務が当たり前、日々のケアが当たり前でないことっていうことさえ意識させていくってこと、自分たちがやってることが利用者さんにとってどうなっていくのかってことをちゃんと理解していくことって大事なので、利用者さんがまず笑顔になるってことあれば、そこもすごいいいキーワードだと思うんですよね。なるほどですね。もう、漁師さん喜んでくれてることを、まず発信していこうということだったりするんですかね。そうですね。喜んでもらってることであったり、スタッフも一緒に喜んでることであれば、それも一緒に言葉として出していく、日々の中の変化をこうリアルタイムに伝えていくっていうことがすごい大事じゃないかなとは思いますよね。いろんな情報発信って多分今世の中にあると思いますけど、それが逆に言うと介護らしい情報発信の仕方というか内容なのかもしれないですね。人間なのでね、変化って当たり前だし、常に毎日が楽しいってわけでもないだろうし、テーマを決めながら発信していくっていうことも大事じゃないかなとは思いますよね。例えば、でも、スタッフの方とか利用者さんの方のテーマって、どんなテーマだったりされたんですもう研修とかも入れますよ。か？こういう研修してますとか、こういうこと大事にしてるんで、例えば価値観の共有の研修やってますとか、で、スタッフとリモート研修してる風景を出してみたりとか、意識的にやってみたりはしてますよね。なるほどですね。でも、いいですね。情報発信というと、どちらかというと、ニコニコしてピースしてますみたいな、そんな感じは多いと思うんですけど、そうじゃないってことですよね。やっぱ日常というか、そういったものを出していくってことですね。日常だし、歩みだしね、会社としては歩みなので、大変なことを含めて伝えていくってことは大事かなと思いますね。なるほどですね。結果的に今、粟野さんのところで言うと採用ってすごくうまくいってるっていうところあると思いますけど、やっぱりそういう発信ができてるからこそ、求職者の方からすると、やっぱり中が見えるから、働く姿が想像しやすいし、それ合う合わないはあるにしても、やっぱり合う方がちゃんと集まってくるっていうことで言うと、ミスマッチも減るって、そういうことなんですかね。そうですね。やはり自社に、弊社にこう興味関心持ってもらう、得るようなキーワードをどれだけ受け取る側に発信できるかが大事かなと思うんですよね。やっぱこっちも受け取る側が共感できれば興味関心持つだろうし、じゃあこれどうなってるんだろう、あれはどうなってるんだって興味関心持っていただけると思うんですよね。この一個の共感をどう作っていくかってことが、やっぱその情報発信には重要かなと思います。
粟野さんがその1個の共感をこう得るっていうところに対してすごい気を使ってらっしゃる。例えばどんなことをこう気をつけたりするんですか？そうですね、まず介護の、まあ、採用に関しては、はい、まず会社で大事にしていることは当然伝えるんですけど、その人間関係であったりそのチーム作りに関しては意識的に発信するようにはしてますよね。なるほどですね。今粟野さんだとこうツイッターとかの、まあ、ブログやってたりとか、まあ、音声メディア、まあ、今回 YouTube もそうですけど、まあ、いろんなことやってらっしゃいますけど、それこそそういう発信をするツール、まあ、やるとしたら、ね、何がいいとかありますか？どうしても人手不足っていうのがあったから、あと人手不足とこれからの人手不足を考えたときに、うん、どうしても採用って部分があったので、じゃあ採用する側が見やすいツール、うん、SNS という部分をすごい意識してツイッターを中心に言葉として発信しているような状況ですよね。まあ、確かにそうですよね。でも求職者の方が、まあ、見るって言ったら多分、まあ、若い方だと今は本当にやっぱツイッターかもしれないですよね。そうですね、若い子はそっちが早い、見やすいっては言いますよね。そうですよね。でも確かにこう今みたいなところで言うと、本当に自分たちの介護施設、というものがこういうものなんだよっていう日常っていうものを、まあ、その求職者の方たちが見ていただけるようなツールっていうところで、まあ、発信をしていくことによって、まあ、結果的にまあそれが今回で言えばまあ採用っていうところもありますし、もしかするとブランディングだったりとか、そういうところにつながっていくってことなんですかね。おっしゃる通りですね。やっぱ意外と共感持ってくれる人がも多かったりするし、自分たちがやってることに対して、うん、あ、そうそう、それそうなんだよねって思ってもらえる人がいくらでも出ていくってことはすごい大事なことだし、うん、やっぱり共感をどれだけ得れるかってやっぱ大きいと思うんですよね。まして、うんうん、私自身の立場としても会社のトップなので、トップがこういう価値観を持っててっていうのをちゃんと言語化できないとやっぱりうまくないんですよね。そうするとツイッターっていうところからで、まあ、覗いてみるっていうところからでもいいと思うので、ちょっとですね、覗くでもキーワード介護って入れただけでもかなり出てくるので、うんうん、その辺はお気軽に見ていただいた方がいいんじゃないかなとは思いますよね。そうですね、まあ、粟野さんのツイッターとか見ていただくとこういうことかっていうところも分かるかと思うので、一回QR 読んでもらって体験していただけるといいかもしれないですね。はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。今日はですね、介護事業者さんがやるべきその社外への情報発信ということでお伝えをさせていただきました。今回話聞いていただいてよかったなって思う方はチャンネル登録と高評価していただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、じゃあまた次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。